ヨーブリアス氏は、中国の物理学者。1942年、西南連合大学を卒業して1945年、都米、シカゴ大学へ留学し、エンリコ・フェルミに支持する。1949年から1965年に、かけて、プリンストン高等研究所の所員、教授を務めた。その後、1965年からは、ニューヨーク州立大学の教授となる。 プリンストン時代、コロンビア大学のリー・マサミチと素粒子間の弱い、相互作用におけるパリティ非保存に関する共同研究を行い、パリティ対称性の破れが存在することを強く示唆した。このことは直ちに同じ中国出身のコロンビア大学の女性物理学者、ゴ・タケオラのチームによって実証された。この業績により、 二人は1957年度のノーベル物理学賞を受賞することになった。中国系のノーベル賞受賞としては初のケースになる。当時は中華民国籍だった。2015年にアンドリュー・チー・チー・ヤオと共にアメリカ市民権を放棄し中華人民共和国籍を取得した。他にゲージ理論におけるヤン・ミルズ理論、カカイ型、 化石文系のヤンバクスター法程式など多くの業績がある。1984年、福丹大学より名誉博士号を授与された。1953年には国際理論物理学会東京湾の京都で来日した。2004年には54歳年下の大学院生と結婚したことでも話題となった。出生時は中華民国籍。 1964年に、アメリカ合衆国の市民権を得た。2015年に、中華人民共和国籍となり、アメリカ合衆国の市民権を返上した。A.B.Bing 1 L.I., We Fon Dengu, Biography of C.N.Yan。2007年9月11日閲覧。His birth rate was erroneously, recorded was September 22,1922. イン his 1945 p a s s p o r he ハズシンスユーズド s e d this i n デートンオールサブシクエントオフィシャルドキュメンツクォータリーパブリケーションオブインディビデュアルズフーハブチョーズンツーエクスパトリエートアズリクワイアードバイセクション6 0 3 9 g フェデラルレジスター i s t e 2019年3月28日閲覧。ブリ、陽気、友もまさしき、中国科学院,院士。 シノはニュース、2019年3月28日、閲覧。サイエンティストドロップ US シティズンシップ、サイエンス355、891、ドイ、10.1126、サイエンス355.6328、890、中国の軍事クッキーは、米防衛産業界出身が、主役、米、中国のスパイ行為有料。中央日報、 2019年3月28日閲覧。ノーベル賞受賞の中国系研究者ら2人、外国籍放棄し中国科学院へ、中国メディア、レコードチャイナ、2019年3月28日、閲覧。ありがとうございます。